私ゆっくり喋らないとカミカミになるので、今日はちょっとゆっくりと喋りたいと思います。今日はですね、私たちこの人数で多分チームさん、今いるチームさんの中で一番最小やと思うんですけど、10人で踊ってまいりたいと思います。1曲目はこの10人で、踊りたいと思うんですけど、2曲目、7人で、踊りたいと思います。なぜこのお祭りに参加したかというとね、踊り子のための踊り子によるお祭りと聞いたので、ちょっとチームごとではございますけど、来年ね、うちのチームは受験でね、踊れなくなるメンバーがいるんです。今日の中にいるんでね、ちょっと探してみてください、どの子かなっていうのを、ちょっとね、その子の応援というか、頑張ってほしいなっていう、気持ちもありまして、このお祭りに参加させていただきました。ちょっと緊張して私もやし、メンバーもやし、ちょっと練習も足りなかったこともあるんですけど、一生懸命踊っていきます。そしてですね、去年あんだけ踊り納めじゃ言うたのに、踊り納めじゃなくて今日もう一回踊らせてください。この曲でこの子をちょっと送ってあげたいと思いますので、皆さんどうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは参りたいと思います。レオン、ちょっとおいで、こっちこっち、ここにしようかな、ね、はい、じゃあそれでは参りたいと思います。まっすぐに遥かなる道を行く、今日も
ありがとうございました。はい、レオンもね、頑張ったね、ありがとう。そしたらレオンくんは下がります。この曲大好きでね。